今大丈夫。はい。何やってんの。今買い出しのリストを書いてます。買い出しのリストかです。何かロケのです。あのさ、去年さ、説明会の時にさ、新卒の VTR 見た。あの紹介 VTR 見ました。それを今年佐藤にやってもらいたいなと思う。自分ですか。女性に今年は撮ってもらいたいなっていうのがあって。どうだ、できますか。頑張ります。じゃちょっとカメラをこれ持ってきたから。はい、撮れてます。撮れてます。でこのカメラ使って自分なりにいろいろ撮影してる。あ、おかえり。大丈夫？ごめんなさい。いいよ。ごめんなさい。そんな上がりない。緊張しちゃうよね、これね。大丈夫だよ。ごめんなさい。平気だよ。こういう顔とかね、来るんだよね。取れちゃうね。その時にどういう顔をするかだよ。女性をきれいに撮りたいっていうとやっぱり顔もそうだけど体もきれいに撮りたいじゃない。例えばね、こういうふうに来るじゃない。ごく普通の表情だよね。綺麗に映るには、例えばこうやって胸を揉まれてる時に気持ちいい顔をした方が綺麗に撮れるでしょう。気持ちいい顔ってどういう感じ、佐藤さんは。できない。そういう時ってやっぱり赤い服は強すぎるのはダメなんで、そういう衣装はあまり良くないかもしれない。だから今もこれ赤きついでしょ。ちょっと脱いでみる。どういう肌身か。ここだけ背中。ああ、なんかあのね。大丈夫、甘えるから。帰る。あ、じゃあこれ、ほらカメラ持って帰んないと。さよなら。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めての現場で何していいか分からずに、何していいか分からずおどおどしてました。